我らがマリナーズカイル・ルイスが AL の新人王に選ばれました。マリナーズの選手としては2001年イチロー選手以来の新人王受賞ということで大変名誉なことですし、またマリナーズここ10年ぐらいはなかなか自前の野手を育てられず、で時にはマリナーズはどうせ若手選手を育てられないんだから全部トレードしてしまえと言われることもあったチームですので、まあ、こうして若手のルイスが出てきて新人王を受賞したのは一人のマリナーズファンとしても今大変誇らしい気持ちでいっぱいです。これからもぜひマリナーズを引っ張る存在としての活躍に期待しています。はい、こんにちは、116ウィンズです。今日は MVP が発表され、 AL ではアーロン・ジャッジ、 NL ではポール・ゴールドシュミットが選出され、球界ではそちらの方が話題となっていましたが、マリナーズファンとしては MVP 発表の裏で突然成立したトレードに驚かされました。昨日ブルージェイズからテオスカー・ヘルナンデスを獲得したマリナーズは今日今度はダイヤモンドバックスとトレードを成立させ、2020年の新人王カイル・ルイスを放出、見返りとして外野手クーパー・ハメルを獲得しました。ということでまさかの2日連続で大きめのトレードの成立。ルイス放出については具体的な噂は出ていなかったものの、昨日テオスカー・ヘルナンデスを獲得したことで外野陣の整理が必要となっていましたし、またそれでなくとも近年の怪我で外野をまともに守れるかすら怪しいルイスの立場はどんどん怪しくはなっていたので、多少なりとも価値があるうちにトレードの可能性自体はあるだろうなと思っていました。ただ怪我の影響でルイスのトレードバリューがよくわからないところもありましたので、動かすとしたら他の選手も絡めたパッケージかと考えていただけに、ストレートの1対1のトレードをまとめてきたのは予想外ではありました。しかしね、2年前にルイスが新人王を受賞した時にはこれからのマリナーズを支える存在となってくれることに期待していましたが、怪我などもあってこのような形で、もちろんハメルも戦力になってくれるとは思っていますが、まあ放出となってしまったのは少し残念ではありますね。今回はこのルイスのトレードについて話していきます。今回のトレードですが、冒頭でも触れた通り1対1のトレードでして、ダイヤモンドバックスが2年前の新人王カイル・ルイスを獲得し、マリナーズはクーパー・ハメルを獲得。怪我で近年まともにプレーできていませんが、ほんの2年前に新人王を受賞するくらいのパフォーマンスを見せたルイスの獲得で、ダイヤモンドバックスは強打の右打者を加えることができたと言えますし、ハメルもダイヤモンドバックスの外野状況からすれば放出しても問題ない選手だとは思いますので、うまくいけば高いリターンが期待できるかも。一方でマリナーズサイドとしてはもはや外野手として計算しにくいルイスを使って外野をちゃんと守ることができ、かつマイナーの成績からして今後ブレイクにも期待できそうな選手としてハメルを獲得。またこのハメルはキャッチャーにも入れるユーティリティ性も持ち合わせていますので、ロースターの柔軟性という観点からもかなり使い勝手のいい選手と言えるでしょう。再建中という状況を生かしてルイスの高いポテンシャルを取ったダイヤモンドバックス、コンテンダーのロースターでも使い勝手のいいハメルを取ったマリナーズ、こんなところが今回のトレードの印象です。まずはマリナーズがルイス放出に踏み切った背景から話していこうかと思いますが、2020年に新人王を受賞して以降怪我に苦しめられ続けたルイス、昨年2021年は膝の半月板損傷でシーズンの大部分を棒に振ってしまい、で今年は一応その大怪我から復帰はできたものの、まだ膝の状態が万全とは言えず、さらに頭部付近へのデッドボールによって脳震盪にも悩まされ、結局出場は18試合のみ。ここ2年間合わせても54試合にしか出場できておらず、また出場している間も結果を出せていたわけでもなく、2年間で打率2割1分5厘、対して打てず、また膝の状況から今後まともに守備につけるかも不透明な選手を、しかもフリオ、テオスカー、ウィンカー、ケルニック、トラメルなどなどもいる中で MLB のロースターに置き続けるわけにもいかないですから、ポジションがない以上はトレードもやむを得なかったのかなと。以前のようにセンター守れるんだったらマリナーズが彼をトレードすることはなかったと思いますが、まあ、今回こうしてトレードした以上そうではないんでしょう。さらにルイスは結果が出ていなかったため8月にマイナー降格となっているんですが、この時彼はまさか自分が降格になるとは思っていなかったようで、チームの判断に怒っていたという話もあり、フロントとの関係ももしかしたらあまり良くなかった可能性もありそう。コンフ年俸調停の資格をゲットし、年俸もこれから上昇局面に入ることも放出に踏み切る一因となったかもしれませんね。ただね、ルイスの本来のポテンシャル考えたらやっぱり残念ですよ。もともとは2016年ドラフト全体1位指名もあるんじゃないかと一時は言われたような選手で、マリナーズが指名できた時は嬉しかったですよ。これからどんなダイナミックな選手になってくれるんだろうと期待を膨らませた矢先、本当にプロ入りしてすぐの時期にホームクロスプレーで膝前十字靭帯を断裂。ここからルイスの怪我との戦いが始まってしまいました。大怪我してからしばらく結果も出ない時期もありましたが、次第に成績も残せるようになって、2019年のセプテンバーコールアップでメジャー昇格。デビュー戦から3試合連続ホームランといきなりド派手な活躍を見せた時には、これはとんでもない選手が上がってきたなと思いました。
そしてその2019年からステップアップするかのごとく、2020年短縮シーズンでしたけど、怪我なくメジャーでも結果を残しての新人王受賞。これで怪我の問題を過去にできたと思いましたがね。その後はさっきも触れたように怪我でまともにプレーできず、そのままチーム内の立ち位置も失ってしまったと。再建中のダイヤモンドバックスであれば、もちろん怪我なく過ごすことが大前提ではありますが、プレーするチャンスはしっかりもらえそうですし、また左打ちの多いダイヤモンドバックスの外野陣なら、右打ちのルイスはバランスを整える上でもいい役割を発揮してくれると思いますので、アリゾナでポテンシャルを最大限発揮できたらいいなと願っています。で、ルイスは残念ながらトレードとなってしまいましたが、しかしマリナーズは今回なかなかいい選手を獲得できたのも事実です。ハメルはもうすぐ28歳の誕生日を迎える遅咲きのスイッチヒッターで、今季メジャーデビュー。メジャーでは66試合で打率1割7分6厘と目立った結果を出せていませんが、トリプル A ではここ2年間なかなかの成績を並べていて、トリプル A 通算打率が3割1分、そして出塁率が4割2分9厘。アプローチが非常に優秀でフォアボールを選べる選手ですね。まあ三振も多いのでボールをかなり見るタイプの選手というのが正しいかもしれませんが、足が速く肩も強い、ホームランという結果には出ていませんがパワーもそれなり、そして何より外野とキャッチャーを守れる点もありがたい。マイナーで結果を出しているアプローチが優秀、ユーティリティ性も高いと、ディポトさんが本当に好きそうなタイプの選手ですよね。マイナーのパフォーマンスからおそらくマリナーズはブレイクに期待していると思いますし、そうでなくとも現状は外野の控えを務めながら、ローリーとマーフィーに次ぐ3番手星も担える、トレンズとは違いマイナーオプションも2つ残っている点も含めまして使い勝手は良さそうです。プロスペクトとして高い期待を受けていたわけではないものの、マイナーではきっちり結果を残してきた、それこそタイフランスみたいなブレイクをマリナーズで迎えたら嬉しいですし、またマリナーズは過去にダイヤモンドバックスとの大型トレードで、当時まだ無名だったミッチ・ハニガーという名前の外野手をブレイクさせた経験もありますからね。ハメルも彼らに続いてくれることに期待しましょう。キャッチャーを今後も続けてもらって外野版のオースティン・ノラみたいになったら最高ですね。ということで、ルイスが移籍となった今回のトレード。本当に怪我に次ぐ怪我でプロに入ってからルイスのポテンシャルをほとんど発揮できていないと思いますし、怪我も結構不幸なものが多かったりと見ていて気の毒になるくらいですので、彼にはもう心の底からアリゾナで成功をつかみ取ってほしいと願っています。怪我さえなければオールスターいけるようなレベルの選手になれるはずですし、それこそケテル・マーテじゃないですけれども、同じようにアリゾナで活躍する姿は楽しみにしています。そしてルイスに代わってマリナーズにやってきたハメルについても、マイナーでの成績通りの成長をメジャーで見せてほしいですし、外野のレギュラーについては特にレフトがまだ明確に決まっているわけでもありませんので、レギュラーの座をつかみ取るくらいの活躍にも期待したいですね。二人の選手が新天地で活躍することを祈りながら今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。